長崎の鐘は、長井隆氏が執筆した随筆。内容は、長崎以下大学助教授だった長井が、原爆爆心地に近い同大学で被爆した時の状況と、右側頭動脈切断の重傷を負いながら、被爆者の救護活動にあたる様を記録したもの。被爆時に大学をはじめとする長崎の都市が完全に破壊された様子。 火けを追いながら死んでゆく同僚や市民たちの様子を克明に描いている。長井はこの時妻を亡くした。また、救護の際には頭部の重傷と疲労から自らも既得状態に陥るが同僚医師や看護婦たちの努力により一命を取り留める。長崎の金とは廃墟となった浦上天主堂のレンガの中から壊れずに掘り出された金のこと。 作品は1946年8月には書き上げられていたが、連合国軍最高司令官総司令部の検閲によりすぐには出版の許可がおりなかった。精神科医の式場龍三郎が創刊に関わった東京タイムズに原爆病患者の手記の連載を始めると大いに話題になり、1948年、永井隆の生命の川が、やはり、 式場リューザブローの経営する日比谷出版社から出版された。長崎の金は GHQ 側から日本軍によるマニラ大虐殺の記録集であるマニラの悲劇との合本とすることを条件に1949年1月同じく日比谷出版社から出版され紙不足の当時としては空前のベストセラーとなった。長井自身はなかなか出版してくれる出版社がなく 四季葉隆三郎氏などの尽力により出版にこぎつけた、と本書序文に書いている。同年7月に佐藤八郎作詞、古関雄二作曲で同賞をモチーフとした歌謡曲が発売されて大ヒットし、翌1950年には松竹により映画化された。藤山一郎の楽曲、作詞佐藤八郎作曲古関雄二。 1949年7月1日にコロンビアレコードからシングルレコードが発売された。概要藤山は1951年1月3日、放送の NHK 第1回 NHK 紅白歌合戦で本曲を歌唱し、白組取り及び大取りを務めた。紅白ではその後も1964年第15回、1973年第24回、 1979年、第30回の3回歌唱された。長崎の鐘の吹き込みは、最初、池マリコで行おうとレコード会社は考えていたが、歌詞を見た池は、長崎の鐘は、長井隆博士のご心境を歌ったものであるから、男の人が歌うべきと思い、尊敬していた、藤山一郎による吹き込みを切望し、会社側を説得した。自身は、母の気持ちを歌った。 B 面、糸ワがこう吹き込んだ。ヒットの要因佐藤八郎の死には、原爆を直接描写した部分は全くない。単に、長崎だけではなく、戦災を受けたすべての受難者に対する、鎮魂歌であり、打ちひしがれた人々のために再起を願った詩である。古関有治が作曲し、藤山一郎が優秀な音楽技術で拡張高く、美しく歌い上げた。なお、 佐藤の弟も広島の原爆の犠牲者となっている。レコーディングには逸話が残っている。1949年4月4日のレコーディング当日、藤山は国内のスケジュールの疲労から体調を崩し40度近い高熱を出し苦しみ、吹き込みは後日ということになったが、四季葉隆三郎や山下清ら関係者がすでにコロンビアのスタジオに来ているということを聞き、 妻の運転する車でスタジオに向かった。録音は再吹き込みするという条件のもとで行われたが、藤山の絶唱がスタッフ、関係者一同の感動を呼び、再吹き込みを経ることなくそのまま発売された。新しき朝本作を聞いて感動した永井は、新しき朝と題する短歌を読み、古籍、佐藤、藤山に送った。藤山一郎版のシングル発売の2ヶ月後、 長井一家と交流のあった上本和夫の作詞、作曲による藤原義江の歌謡曲が同タイトルで発表されている。長崎の鐘は1950年9月23日公開の日本映画である。小竹製作、配給。監督は大場秀夫。モノクロ、スタンダード、94分。戦後、日本人によって原爆を取り扱った。 劇映画第1号である。GHQ による検閲のため、原爆及び被爆状況などについて、真正面から取り上げることができず、長井隆博士の生涯を描いた作品という形で制作された。1977年に作られた軍需工場で働いていた人々の慰霊のためのモニュメントである。被爆地となった浦上には、当時いくつもの軍事工場があり。 そこで働いていた学生など多くの人々が原爆によって亡くなった。ありがとうございます。